鮫島タイムスです。岸田総理が狙う4月裏金解散、自民党に対する世論の批判を追い風に変える奇策が密かに検討されています。安倍派や二階派の幹部を除名し、総選挙で公認せず、それによって自民党への支持を拡大させる。岸田総理がお手本としているのは小泉純一郎政権の優勢選挙です。政倫審でも安倍派幹部たちの証言は食い違い、裏金疑惑は深まるばかり、内閣支持率は回復の見込みが立っていません。岸田総理は3月末の予算成立、そして4月10日のアメリカ訪問、その直後に衆議院を解散し、総選挙に勝って9月の自民党総裁選再選に大きく前進する、こんな構想を練っていますが、このまま内閣支持率が低迷するようでは衆議院解散総選挙に踏み切れそうにありません。そこで総理周辺で浮上しているのが、岸田総理よりも悪者を作る、こんな構想なんです。裏金疑惑の説明責任を果たそうとしない安倍派5人衆をはじめとする安倍派幹部、二階派幹部、この人たちをこの予算成立後に除名処分にする、そして衆議院を解散して総選挙でこの裏金幹部たちを公認しないで落選させてしまう、こんな大胆な構想です。裏金議員衆議院51人いますが、これを全員除名、公認を見送ると自民党が大きく議席を減らしてしまう。そこで特別悪者を仕立て上げる。それは二階派と安倍派の幹部たち、この人たちだけを除名処分にして切り捨てる。6月に政治資金規正法の改正案を出して、これに反対する議員も合わせて除名してしまう。このような6月解散説もくすぶっています。お手本としているのは2005年、あの小泉純一郎総理がやった優勢解散総選挙です。まず最初、小泉さんの長年の信念である郵政民営化、この法案が参議院で否決されました。これに怒った小泉総理、参議院で法案が否決されたのに衆議院を解散する、これは論理的にはおかしなことなんだけど、衆議院を解散しました。国民に直接郵政民営化の是非を問うてみたい、こう叫んだんです。そしてこの後、郵政民営化に反対する自民党議員たちを公認しませんでした。それだけではない、これら議員の選挙区に対立候補を立てたんです。この強烈な小泉選挙によって、この総選挙は自民党の郵政民営化賛成派対自民党の民営化反対派、そして野党の三つどもえの戦いになりました。当初野党は自民党が分裂したから、これは勝てる、政権交代可能だ、こう浮かれたんです。ところが結果は全く違った、野党は埋没、自民党の民営化反対派は大惨敗。なんと小泉総理が擁立した小泉チルドレンが次々に当選し、郵政民営化賛成の人々が圧勝したんです。これによって自民党政権はどうなったのか、これまで自民党を牛耳っていた平成研究会、かつての形成会最大派閥ですね、これと宏池会、この2つの派閥は完全に没落。そして小泉首相が率いる清和会、これが君臨、清和会支配が完成したんです。そもそもこの郵便局というのは、かつての最大派閥形成会の牙城だったんです。小泉総理、郵政民営化にはそれまでの最大派閥形成会をやっつける、ボロボロにする、そんな狙いもあったんです。さあ、それと今回の岸田総理の裏金解散を比較してみましょう。最大のターゲットはやはり最大派閥清和会安倍派です。まず最初、衆議院の裏金議員51人全員を除名、公認しない、ここまでやれるかどうか、本当はこれをやったら面白いんだけども、ここまでやると自民党の議席自体が大きく減ってしまう、さすがにこれは難しいんじゃないでしょうか。比例重複は認めない、これぐらいはやるかもしれない、各自選挙区で勝ち上がってこい、自力でみそぎをしろ、比例復活は認めないぞ、これをやるだけでもインパクトは大きいでしょう。でもやはり最大のターゲットは安倍派と二階派の幹部たちです。特に安倍派5人衆、一番裏金疑惑の中心にいる西村さん、そして前官房長官の松野さん、そして高木さん、
萩生田さんもいます。このあたりは除名にして、そして後任も外す、ここまでやると相当なインパクトがあると思います。さらに二階元幹事長、裏金学トップです。政倫審出席を拒みました。この二階さんにも手をつけて後任しない、この場合二階さん高齢だから、もしかしたら総選挙出馬を見送って政界引退、こんな展開もあるかもしれません。さらにこの安倍派5人衆をはじめ地元の選挙区に対立候補を擁立する、例えば西村康稔さん、ただでさえ地元では泉房穂さんが対立候補で出てくるかもしれない、そしたら落選の危機が非常に高い、そこに自民党が新人候補を対立候補として擁立すれば、西村さん自民党の公認を外され三つどもえの戦い、これはほぼもう当選は無理です。比例復活もありません。こうなると西村さん落選というのが現実味を増してきます。同じように萩生田さんも八王子、選挙決して盤石ではない、松野さんも千葉、これは首都圏相当無党派層が多いんです。ここに自民党の公認を得られず、しかも自民党の対立候補まで立てられたら、これはもう落選の確率が極めて高まる。こうやって安倍派5人衆を晒し者にして悪者にして自民党の支持率を回復させよう、これこそ小泉総理が仕掛けた郵政解散と同じ手法、まさに岸田裏金解散ということになります。おそらくここまで岸田総理が踏み切れば野党は埋没してしまうんじゃないか。やはり自民党対裏金議員、この対立世論の関心が高まるんじゃないか。そうなると裏金議員をたくさん抱える安倍派清和会は壊滅的敗北になるでしょう。これはこの小泉郵政選挙で完成した清和会支配を岸田総理が裏金解散で終わらせる、そして自分が率いる宏池会時代を復活させる、こんな大きな歴史的転換期になるかもしれません。もちろん岸田総理そこまでの度量があるかどうかは別です。いざやろうと思えば公明党も反対する、自民党もみんな反対する、それを振り切って本当に狂気の沙汰と言えるこの裏金解散を断行できるのかどうか。小泉総理はそれをやって長期政権を作りました。岸田総理がそれほどの器なのかどうか。本当に裏金議員を除名して解散総選挙に踏み切れば岸田文雄長期政権が見えてきます。そこまで大胆なことできずになんとなく衆議院解散総選挙に挑めば、おそらく自公は議席を減らすでしょう。その後の政局は混迷します。そして岸田総理、この4月6月に解散に踏み切れなければ、おそらく9月の総裁選出馬断念、退陣の流れになるでしょう。岸田総理、この先3つの道があります。一体どこへ向かっていくのか。鮫島タイムズ、この春緊迫する政局をどこよりも早く分かりやすくお伝えしていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。